高浜拓也、高浜拓也、高は、ま拓也、1989年7月6日体は、佐賀県佐賀市出身のプロ野球選手、内野手。右投げ左だ。千葉ロッテマリーンズ所属。弟は、北海道日本ハムファイターズに所属する、高浜雄一氏。福岡県生まれ、佐賀県佐賀市出身。 佐賀市の北小ジュニアソフトボールクラブでソフトボールを始め、小学校4年時に北川副少年野球団へ入団して野球を始める。佐賀市立城南中学校では南式野球部に所属して主に当主を務めた。当初は佐賀県内の高校への進学を希望していたが、高浜の試合を観戦していた横浜高校野球部監督の渡辺元地をしたい。 同校に進学。入学後に内野手へ転校し、一年次から一番打者として、レギュラーとなる。二年次には三番遊撃手として出場した第78回選抜高等学校野球大会では、一学年上の福田久志将、佐藤健二とクリーンアップを組み、土井健大を要する理政者高校、大峰祐太を要する八重山商工、斉藤祐樹を要する早稲田実業高校、 美藤隆一を要する岐阜城北高校などを破り、優勝。春夏連続出場となった第88回全国高等学校野球選手権。大会では、中田翔を要する大阪桐蔭高校に敗れ1回戦、敗退。3年夏は、神奈川大会準決勝で、東海大学附属相模高等学校と対戦し、菅野智之に、振り逃げ散乱を許し敗退した。 高校通算十八本塁打。2007年度ドラフト会議において、ビッグ3と称された、中田翔、佐藤祐樹、唐川祐己に、話題性では劣ったが、ABC テレビの速報、甲子園への道などでは高浜を含めて四天王と呼ばれていた。下級政治から、中心選手として活躍した実績や、広角へ打ち分ける打撃に、俊速強権の身体能力、 センスを買われ、それぞれ、中田と佐藤の交渉権を逃した阪神タイガースと、横浜ベイスターズから外れ順目指名を受け、抽選で交渉権を獲得した阪神へ入団。は、高校時代から痛めることが多かった膝の故障により、春季キャンプから別メニューでの調整が続いた。シーズンに入ってからも公式戦での出場機会はなく、膝への負担と出場機会像を考慮して、 外野手での起用も示唆された。は、ウエスタンリーグで28試合に出場し、打率198で打席数の半分近い三振数だったが、出塁率306を記録。守備では、外野手として10試合、遊撃手として2試合を守った。は、ウエスタンリーグで39試合に出場し、打率195、出塁率241を記録した。 守備では主に遊撃手として起用されたが、32試合で8失策を記録し、結果を出すことができなかった。の、春季キャンプは2軍スタートであったが、1点に、軍合同の紅白戦3戦で9打数6安打と、活躍して1軍態度を勝ち取った。さらにその後のオープン戦を含め、実戦6試合で14打数8安打と、好調だったところ、そのオフシーズンに、 阪神へ FA 移籍していた小林博士の人的保障選手を探していたロッテが目をつけ、3月1日付でロッテへの移籍が発表された。当初、ロッテは小林の保障に投手、または金銭を求めることも検討していたが、当時のロッテは前年まで声優劇手だった西尾勝義がメジャーリーグに移籍、さらに今井敏明が故障するなど内野手に不安があり、 キャンプ中での高浜の成長ぶりも視察していたため、これに白羽の矢を立てたものであった。2011年3月4日に入団会見が行われ、ロッテでの背番号は零零となった。遺跡初年度の2011年は、声優劇種であった小木の隆の故障離脱、その後有劇種として出場していた高口高行、細谷慶の打撃の低調などから5月23日に、 初めて一軍に昇格した。翌24日には二番遊撃手としてスタメン起用され、プロ初アンダを含む二アンダを放ちデビュー。5月25日、阪神甲子園球場で行われた古巣阪神との試合では、7回に先頭打者として二塁打を放った後今江俊明の敵自打で生還し、阪神ファンを阻みさせた。しかし一軍の壁は厚く、6月7日には、 登録抹消される。シーズン終盤の9月11日に再び1軍昇格し、9番遊撃手や代打として出場機会を得た。y チ軍での出場は2試合に止まったが、2軍のイースタンリーグでは1塁手、2塁手、3塁手、遊撃手と内野のすべてのポジションでの試合出場を経験し、打率301の数字を残した根本、俊一。 早坂圭介の負傷により一軍昇格し、二年ぶりとなる安打を放ったものの、10日ほどで再び二軍に降格した。二軍では遊撃を中心に前年同様内野のすべてのポジションを守り、打率283と2年連続安定した数字を残した。二軍では主に遊撃士として起用され、打率355出塁率。 438の数字を残し、イースタンリーグの首位打者、最高出塁率、技能賞のタイトルを獲得。1軍でも、プロ初打点をマークする、等、自己最高の実績を挙げた。は、開幕スタメン、2番、3塁手に抜擢される。4月15日には、対北海道日本ハムファイターズ4回戦において、8回表に、えのき下容台から、 プロ初となる本類打を宇宙艦スタンドに放った。城南中学校では打撃でも公式球より飛びにくいとされる南式球で推定飛距離130メートルの本類打を放つなど活躍した。10月4日に一般女性と婚約。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。